気候変動はさまざまな分野に影響を及ぼします。将来のそれぞれの影響を調べるためには気候の様子を正確に知ることが必要です。そのために気候シナリオが必要となります。はい、気温が上昇することが考えられておりますので、熱中症の搬送者数が多くなるということが予想されています。また稲も品種によっては取れなくなったりすることが考えられています。ではこの研究はどのように活用されていますか。はい、将来地域でどのぐらい気温が上昇するか、降水量がどのように変化するかといったような情報が各地の自治体で使われております。またこの情報をもとに様々な分野への影響評価が行われております。気候シナリオというのは場所ごとの気温や雨、風速などの気候の状態を表す値のことです。例えば天気予報でも雨が降る範囲や上空に寒気が来ているような図を目にすることがあるかと思います。天気予報というのは地球全体を対象とした全球モデルによる数日先までのシミュレーションに基づいて行われています。このシミュレーションというのは地球を格子状に細かく区切って行われていて、格子一つが一つの気温や雨の値を持っています。格子を細かくすると計算量が増えるので、全球モデルの格子はそれほど細かくできません。現在の全球モデルの格子の大きさは数十キロメートルから100キロメートル程度です。画素数の粗い写真がぼやけて見えるのと同じで、細かい場所を見るには全球モデルではよくわかりません。そこで日本のあたりだけを細かくできる数値モデルを使って、全球モデルの情報を使ってもう一度シミュレーションを行うと、地域別の天気や気温が予報できるのです。気候変動予測も天気予報と同じような手順で行われています。私たちの温暖化対策によって将来の温室効果ガスがどのように変化していくかという仮定に基づき、全球モデルで将来の気候状態を予測するのです。全球モデルはさまざまな国や地域で開発されていますが、将来を正確に予測できるものはありません。温暖化対策をせず温室効果ガスを出し続けると、日本の気温は21世紀末には2000年頃に比べて4度以上高くなるかもしれないと言われています。厳しい緩和策を行ったとしても2000年頃と比べると2度くらい高くなるかもしれません。2度というと東京は宮崎に4度昇温してしまうと、東京は屋久島ぐらいの気温になってしまうことになります。その土地それぞれの気候に応じた農業や産業があります。景色や特産物、すべてに気候は深く結びついています。気候が変化するとその土地の特産物が取れなくなってしまうかもしれません。災害が起こる可能性も高くなってしまうかもしれません。そういった変化に備えるために、気候シナリオを使ってあらかじめ想定しておくことが重要なのです。国立環境研究所の方では A プラットといった情報を提供しているプラットフォームがありますので、そちらをご覧いただくと、さまざまな将来の気候変化情報ですとか影響評価の結果が見られるようになっております。ぜひ参考にしてみてください。そうですね、家族と散歩に出かけたり、美味しいものを食べることがリフレッシュの方法です。